配信してみます。ちなみに今年最後のお話し会、髪の毛染めた、もう結構前です。インナー、これインナーから内側だけ明るい。これ確かにちょっとこう見たら明るい、明るい、ボサボサだもん。こう見たらちょっと明るい。ラランララ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 、こんにちは。さっきまで話してたから違和感がない確かにさっきはね、ありがとうございました、来てくれて。荻野じゃん、荻野そうなんで、ちょっと明るい、ここが、ここだけ、ここだけ明るい、髪色だいぶ明るい。これね、ブリーチ、初めてブリーチした。あ、皆さんもうすぐでクリスマスですね。今日もよく寝たね。よく寝たらさ、逆に眠たい。あ、画面が暗くなっちゃった。なんで。僕はこれから晩ご飯です。お、何を食べるんですか、晩ご飯は。サンタコスはしません。あくび サンタコスはね、しません。いつ染めたの。え、もうね、結構もう2週間、あ、1週間ちょっと前とか、2週間前とか。ゆかちゃんに会いたい。ああれは1月の20日の新年会、1月20日に新年会があるんですけど、1部2部3部で、3部が追加の部数なんですけど、明日から3部、1部2部に当選した方は3部応募できないんですけど、1、2部当選じゃなかったっていう方は3部明日の申し込みしてもらえるので、もしよかったらね、まあ、時間が8時半からだっけ、8時半から3部、8時半から3部が8時半からなんですけど、そうだからちょっとね遅くなっちゃうんですけど、9時半まで、8時半から9時半までなんですけど、もしよかったら1部2部が当選しなかったっていう方は第3部の明日からの申し込みで、ぜひ、朝ですか夜でしょぜひ遊びに来てください。あ、もうね、3部はね絶対当たるんじゃないかな、おそらく。日帰りしたいので3部は無理です。やっぱそうだよね、そういう人が多いよ、絶対絶対そうだよね。夕方に追加があってもいいんだよ、だってやっぱ絶対そうだよ、遅すぎるよあれは。むしろさ、1部の前だったらさ、もう無理無理。絶対遅いもんね、確かに。やっぱ地方の人は来れないよ、そしたら。でもさ、いいことないよ、夜やっても。メリットがなくない？みんな帰るのも遅いし、って。悩むね。でもさ、いやーそうだよな、夜だったらな、みんな、待って、これ充電レバーだって。そりゃそうだわな、ちょっと8時半から9時半ってあまりにも遅いわな。まあそうだよね、でもな、いやー見て、まずテロップがこう、お話し会様子をミュート、あ、間違え、お話し会様子をミュート配信し、はい、あ、逆に確かに、そっか、平日だったら仕事とかで夕方が難しい人が、あー確かに、今日お話し会取れなかった、
いやー、やっぱでも夜なのかな、そうなったら。平日20日。ちなみに生誕の T シャツの販売が明日までです。ぜひ皆さん、まだですっていう方はぜひ、明日からです、明日からじゃない、明日までですので、ぜひ。3部は抽選ですか？え、抽選っていうか、まあ1、2部外れちゃった方は、制服は確保済み。制服どれにしましたか？色、明日までですよ皆さん、ぜひゲットしてください。ゆかさん、こんばんは。こんばんは。予約済みで、ありがとう。全タイプ、すごい。今何分？あ、もうちょっとか、あと4分で。なんで黒はタイプ B しかないんですか？黒のこのワンポイントでしょ。確かに、あれをクールで作ればよかったんだな。確かに、全種類で、もう最近本当に寒くてさ、もう本当に寒い。もうちなみに今日はね、今年でね最後のお話し会なんで、良いお年をですね。もう、あ、 M1 見たよ私。 M1 めっちゃ面白かった。ワールドカップも見たし、寒いけど洗濯機回した。えらい、私も洗濯機回した。昨日、うん、私海外のサッカーそんなにっていうか、あんま詳しくないけど、なんか涙出てきたもん。なんか本当にアルゼンチンが勝った時もなんか、ね、あ、メッシえってどこに行けば買えるの？あれは私のオフィシャルサイトのところから買えます。洗濯したいけどお話し会に音が入っちゃう。いいよ、洗濯機の音入っていいのに。あー、ここあったかいから眠たくなる。入っちゃいけない音はないです。特にあの騒音じゃなければ。そう、そろそろなんですけど、こうやってやろう。そう、もうちょっとです。もうちょい。なのでね、この後からちょっとあの音声はなくなってミュートになるんですけど、もうその様子をただ単に見るっていう、もうそれだけの何もおもろくない配信になる。もしね、気になったって思ってもらえたら、また来年のお話し会とかもね、ぜひ遊びに来てください。あ、じゃあそろそろミュートにします。
うだ、あぶね、忘れてた。こちらを閉めます。じゃあ皆様、今年はこれでお話し会が終了しましたので、また来年もよろしくお願いします。あ、うん、ミュート忘れてた。じゃあランキングを読みます。13位が、PPP なんで12位がヒールくん、11位が名人くん、10位が小太郎さん、9位がみぞっち、8位がガミさん、7位がシンさん、6位がドラゴン、5位がテレテルモさん、4位がミッタンさん、3位がゆずきちさん、2位が横浜のおじんさん、1位がいくらさんです。あ、いくらさんが、いくらさん、え、なんでこれ、何ミュートなってないよ今。え、何ミュートなってなくない今、なってないよ。いくらさんが、なんで、ありがとういくらさん、今日いなかったいくらさん。お仕事だ、ありがとうくまちゃんだ、ありがとういくらさん。いくらさんもまた来年もぜひいっぱいお話をしてください。お願いします。じゃあ皆さん、本当にお話し会ありがとうございます。ショールームはね、良いお年をじゃないんですけど、お話し会は良いお年を、また来年ということで、今年1年間の中でお話し会に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、また次の配信で、ありがとう皆さん、楽しかったです。またゆかの遊び場で投稿します。またね。できた？見て見て、ラグないか見て。